で今解説入れます、いっぱいやりすぎたらどこで解説したらいい、今のやつしか覚えてない。まず下段、前外と下段って言いました。この時には順と逆両方返せるんですけど、基本原則はこう相手構えてるとしたら、ここ打っても防御される可能性があります、ね、だからこのなるべくこの隙スペースのあるところにを狙う、回転を打って突きを頭部に当てるっていうのが、まあ、基本原則なので、そうするとこの場合は逆突きの方が当てやすいっていうことになるんですよ。で前打ち、この場合は順突きになります。たださっき、順突きで全部やりましたね。パターン的で順突きでやった場合に、そしたらもうこの間をすり抜けるように打たなきゃ。だからこんなような基本の時に突き方が、この技の精度が試されるわけ。直突きっていうのはまっすぐ最短距離。こんな突き方をする人はもうこの頭部打撃が、もうデタラメなど付き合いだったらできるけれども、この精度を追求するヒッティングの組み立てはできない。だから精度があるとしたら、ここわずかな間をカーンと返すぎて打てるはずなんですよ。でここにちょっとでもブレがあればもう当たらないから、ね、ただこっち側の打ちやすいことは打ちやすい、ね、でそういう感じで考えてます。この前打ちじゃん、ね、このわずかな針の穴を通すようなスペース、これだったらもうあれ当たらないわけ、ね、だからこのわずかな突きをパーン、これタイミングの問題もあるね。前を僕だからこうやって受けるなって言ってるのは、要するにスネークをするにしてもこうやって受けたらこっち弱いわけ、ね、打点を微妙にずらして相手の蹴りの威力がマックスにならない地点で崩して受けて、そこでサンと入る、パン、だから気持ち中に入って受けないとやはりいい応酬、要するに防御をかける攻撃ということはできないなんですよ。でそこはまず基本原則として覚えます。あと上段の走り、これに関しても同じで、上段来ました、流しました、でこういう状況に流したら、まあこういう状況になるかもしれないし、相手がリカバーゲームしてるかもしれない、それによって一番空いてるスペースを、狙えばいいんですけども、一番打ちやすいのはこっちでしょうね。やっぱこの腕と腕の隙間、右もそうで、こっちでもこっちはなかなか難しいよね、防御されるから。
だから、まずこれは組み手方でしっかり精度を上げてくれる。今度もう一つは、じゃあ今度蹴った後に、まあ、マスター同士はリカバリングという言い方をしているけれども、その攻撃した後に必ずその、防御体制をやはり取るということが基本原則なんですよ。まあ、過剰な防御体制は必要ないんだけど、その自然体に戻って、どんな攻撃でも対応できるようにするというのが基本だけど、まあ、でもある程度もし反撃が予測できるんだったら、それに対する防御体制をいち早くする。で、例えば、こう来たら、こっちが月に対して防御体制を敷くとしたら、こっち。で、こっち側もこう検定上で防御体制を敷いたとしたら、これはもうカットされて、ね。例えば、いや、そうですね。こっちが来るとしたら、例えば今の話で言うと、こっち側返すわけだから、防御体制。そしたらもうこっちがもう準備されてない。遅い。こっちが関係ない。はい。だから、いい。だから僕がやるよ。そしたら、はい。で、直接、順次返して。こうやってこう返すわけですよ。もういただきなんですよ。これ待ってましただから。だから、待ってました。なるわけですよ。で、そしたら、もうこっち側をガード予測しながら、防御しながら、バーンとこっち側にもつながる。こっちがメインです。だから、ここから突き飛ぶ。ボクシングをやるわけじゃないから。ね、ボクシングじゃなくて、もう我々は蹴りというものがあって、ね、これと組み合わせることによって、はるかに複雑になるし、同時に変化に対応できるんです。で、上手に組み合わせることができれば、もう崩すことも複雑、まあ、容易になるし、まあ、複雑になるということは相手が対応することが難しくなる。だから崩すことができる。で、それも崩しを巧みに使えるようになれば、ヒット、的確に当てるということができると。で、右で言うと、今度はさっきの順次の、組み手型パターンをベースに考えると、こう来るわけ。そしたらブロックしてる。そしてこう来るわけ。そしたらこっちはブロックしながら、パンって切る。こうしたら、バチーンってやられるわけです。だから、この組み手、今度のこの型の中には、パン、バチーン。で、この蹴る時でもこういうふうに打ち上げる。必ずこの反撃を予想しながらブロックしながら。まあ、こういう受けもあるけど、こういう予測しながら、こういう原則が必要なんですね。だから、何度も言うように、組み手型と、数学習であります。で、これを形作って、きちっとこれと並行して、組み手練習をすることによって、組み手がより面白くなるし、で、組み手から、フィードバックが得られることが、どこを修正したらいいのか。感覚ですよね。精神というのは、イメージをこう、捉える。テーマなんですよ。イメージを捉える。イメージを心で描いた、そのイメージをいかに体に伝えて、そして表現するか。まあ、同時に自分だけじゃなくて、相手のイメージを体から通じて、いかに想像するかということなんですよ。これが精神、心を制するということの、平たく言った、大つかみ の、もっと深いんだけど、子供たちに分かりやすく伝えるとしたら、そういうこと。で、そういうことは、この自由組み手の中でしか身につかないんですよ。フィジカルな面は大事なんだけれども、これはやっぱりフィジカルな体を使うということもこの脳の作業で、これも感覚なんですよね。感覚を研ぎ澄ます作業だから、ね。そういうものをただに痛みに耐えるっていうんじゃないですか。心拍機能を上げたり、痛みに耐える力とか、相手をダメージを与える力だけで追求するんじゃなくて、この自分と、そして自分の心があるかどうかもわからない。相手の心があるかどうかもわからない。でもなんかそういうものがあるわけですよ。そういうものがをしっかり捉える練習。自分のものにしていくっていう練習が精神。心を制するっていう経験なんですよ。で、あとはその中に、そういうものをやるために、掴むためには、変化するものを捉えるっていう正義。国旗を制するっていう意識が必要。そして、同時に、まあ、力。まあ、体っていう言い方もあるし、力っていう言い方もあるんだけど、まあ、それは技っていうことです。技っていうことをいかに事態一体となってその技を活用するか、まあ、僕は活用って言っていいと思う。制御という言い方もあるんだけど、活用するってことね。本当に生かしきるってこと。で、自分の中に技がないとダメだし、そして相手の技も、これを感じ取れないからね。
で最終的にはもう相手の技も自分の技もこう一体となる、一体化してシームレスになって技を作り上げる技が本物の技だから。柔道もそうでしょ、一人だけで成立してないんですよ。相手の力をうまく活用して技を成立させてるから、もう大雑把に言えばそういうイメージと同じです。いい。でそれをちょっと伝えたかった。よし、じゃあ。